これギアは、小島秀夫とその音楽仲間を意味し、1993年に、元広島交響楽団主席コンサートマスター、小島秀夫が発足した音楽団体、広島市を中心として活動している。毎年1から2回、主に書き、広島市のアステールプラザ大ホールなどで開催。コンチェルトを主としたコンサートで、優秀な若い青少年たちがソリストを務める。 管弦楽は、広島公共楽団や中四国出身のフリー奏者で構成されるプロオーケストラ。競争曲を一人一楽章分程度で8人程度が演奏する。木島真弘や萩原あ美もここで初のオーケストラ共演を果たした。オーケストラとの共演が極めて困難な時期にあって、有望な若手に演奏の機会を与える活動として注目されている。また、これまでに、 尾道市呉市山口県でも公演を行う過去にはピアノ弦楽器管楽器声楽マリンバのソリストが登場した中国地方では規模の大きいジュニアオーケストラ毎週日曜日広島市の施設で練習を行い毎年12月に定期演奏会を開催演奏会には団員約70名 臨時団員やエキストラを含めて100人近くが出演。その他、訪問コンサート、街頭コンサート、合宿なども行う。幼稚園生から高校生まで幅広く団員がいる。どんな子供でも平等に受け入れる団体として知られている。小島秀夫が音楽監督を務め、指導にあたる。ありがとうございます。